ここまでたどり着いたかね。あんたはやはり。まさか支援課と聖杯騎士に加えて RF と ZCF の秘蔵庫まで来るとはね。招かれざる客ではあるが、まあいい、一応ようこそと言っておこうか。元ナンバーナインも久しぶりだ。結社を抜けたとは聞いていたが、破壊殿と黄金鳥が名残惜しそうにしていたよ。ご冗談を。そんな方々ではありませんわ。この人がノバルティス博士。2年前の独立国にも絡み、あのアイオンを開発した技術者、そして黒の工房も参画していた13工房の統括者ね。私たちもほとんど話したことはありませんが、キーヤはちょっとだけあるかな。久しぶりだね、博士。おお、元巫女殿、独立国の時はいろいろ世話になったな。新規の動力源としては最適だったが、力を失ったのは今でも残念な限りだよ。君がいればタイプ2の完成度ももっと上げられただろうに。うちの子を物扱いするのはやめてもらおうか。おっと、これは失敬。いや、来客など滅多にないものだから少々舞い上がってしまってね。RF と工房長殿のご息女に置かれては私のラボを楽しんでいただけたかね。うちの工場を勝手に改造しておいてよく言うわ。それと訂正してちょうだい、私の父は工房長じゃない。おお、重ねて失敬。まあ社交辞令というやつさ。ご高い、とっとと本題に入らせてもらうぜ。エリカをどこにやった？あなたが連れて行ったのは分かってます。お母さんを返してください。ああ、彼女たちか。もちろん無事でいると思う。エリカ博士、それに一緒にいるのは。特務支援課。ここまで来てくれたか。セイランド教授、どうしてウルスラ医大の先生が。お母さん大丈夫？ティータ、どうして。こらてめえら影、私の依頼を何だと思ってんのよ。こんな危険なところまで連れてきて。違うよお母さん、連れてこられたんじゃない。私は自分の意志でここに来たの。あんな風に別れて心配をかけられて来ないでいられるわけないでしょ。ティータ。はあ、参ったわね。まだどこかで子供扱いしてたわけか。私もつくづく子離れできないというか。まあ赤毛の罪は後々償わせるけど。好きやらは噛みつくんじゃねえだろ。しかしどうしてセイランド教授まで。エミフェリアの学会に向かった矢先に黒い衛士たちに囚われてしまってな。そこの老人のとある研究開発をしばらく手伝わされていたんだ。研究開発？だい。君たちも半分は乗り気だったじゃないか。私の偉大なる研究に参加できたことを光栄に思ってほしいくらいだがね。
確かにいい経験だったわ。病院の患者やティータの安全と引き換えじゃなきゃね。でもまさかあんな。お母さん。あんた、これ以上はテストに支障をきたしそうだからね。実験対象もとい、役者も揃ったことだし、そろそろ開始するとしようか。何？あの転移術は。あんたはまさか。よう来るが、それと支援課の連中だったな。赤毛の遊撃士に7組にミネカもいるみてえだが。結社最強の執行者、豪炎のマクバーン、ここで現れるなんて。なるほど、彼がナンバーワンか。だが確か教会の情報では。ええ、あの幻想要塞以来放浪の旅に出ていたはず。博士ともそりが合わないあなたがどうしてクロスベルに。ああ、そいつは正直俺の方が聞きたいくらいだな。なんで俺がこんなところでジジイの呼び出しになんざ答えなきゃなんねんだ。え、それは一体。それではマクバーン、彼らの排除は君に任せたよ。思う存分に暴れてくれたまえ。いいだろう。確かに気に食わない状況だ。だが悪いことばかりじゃねえ。そこの支援家や聖杯騎士も味見してみたかったしな。機会だ。せいぜい楽しませてもらおうか。火炎魔神、あの魔剣もか。どんな理由かは知らないが、引いてはくれなさそうだね。この地に火の粉を振りまくなら僕も黙っているつもりはない。青の聖典の名にかけてようやく戻ってきた僕の居場所、全身全霊を持って守らせてもらうよ。ああ、絶対に乗り越える。幻想要塞でのリーンたちのように、あんたが俺たちの再起を阻む壁となるつもりなら。それじゃあ始めるとするか。さあ、楽しませてもらおうか。
たまに
使うとするんだね。貫け！私の番ですわ。暗黒に舞い。なり。ええ。よし。さあ、行くぞ。今だ。速攻ですわ。なり。いいね。予想以上だ。諦めが悪いだけの。だが魔人の力にだって負けるものか。仲間たちと支え合えば、力を合わせれば。ええ、それが私たちです。私も
見守ってくれた人たちのためならいくらでも強くなってみせます。ええ、これからもきっとリンや他のみんなだって。キーヤたちがついてる。やっちゃえライダー。だー入った。お見事ですが、まだです。なんのことはね。そんな気合だけでこの俺を一瞬でも凌駕したってか。いいだろう、合格だ。おおお、ついに。なんだ。いけない、あれはまさかここで魔人になる気。霊脈が乱れ狂ってやがる今ならこのくらいは問題ねえだろ。さあここからが本番だ。見せてもらおうか。てめえの全てが燃え溶けながらでもそんな意地を張り通せるかどうかをな。これがガイウスから聞いた異界の王としての力か。あれ、あんたが何になろうが乗り越えることに変わりはない。エーオンシステム全開で迎撃します。行くぜ。やれやれ、そこが限界か。外の断りの力の再現、やはり簡単にはいかないようだ。あの断面はまさか彼は。ああなるほどな。要するにこの俺は偽物だったってわけかよ。なんだって。その通り。長きにわたる運用と新理論によって人形の技術はさらなる飛躍を遂げた。本物と同等の能力思考パターンを再現し完全自律思考を可能としたシミラクラ、その極致こそが君なのだよ、マクバーン。シミュラクラだと。ホムンクルスとも全然違う。ええ、完全な機械ベースで作られた人間。そんなものが。ありえない、そんなのありえるわけがないわ。完全自律思考、しかも本人ですら気づかないレベルなんて。まさかお母さんやセイランド教授をさらったのは。基本理論自体はそれ以前にとっくに完成していたがね。外の断りの力の再現実験のためにエリカ女子の技術と最先端の医療技術を少々参考にさせてもらっただけさ。残念ながら今回は失敗だったようだが、まあ今後の課題にするとしよう。あれは伏せろ。あんたたちにとって重要な施設じゃないのか。
魔鋼騎兵も含めてすでに計画に必要な生産は完了している。ここを失っても新総統らに何一つ支障はないだろうさ。ああ、それと勘違いしないでくれたまえ。私は別に総統側というわけじゃない。あくまで私個人の興味と実験のために力を貸していたに過ぎないのだからね。なんて人なの。動機はそんなところだとは思っていましたが。すがすがしいまでの身勝手さだね。シュミットのじいさん以上に立ちが悪いぜ。しかし本当にいいデータが得られた。わざわざ協力した甲斐があったというものだ。外の断りの力の再現、今回は失敗だったが、次こそは。済みにしてやりてえところだが、まあ、お合い込みしといてやるか。あばよくそじじい、せいぜい本物の俺にバレねえようにしとけや。やれやれ、本当に君とはそりが合わないな。まあいい、詳細ではないが、ある程度のデータは頭に入っている。私はここらで退散させてもらうよ。あちらへの挨拶もあるからね。あちらだって。気になることばかり言い残していきましたね。まずいな、予想以上に火の回りが早い。とっととエリカたちを解放するぞ。はい、扉のロックを解除します。ディータ、お母さん、よかった。大丈夫みたいだね。すまない、助かった。全部後で、すぐに脱出します。どうかお急ぎを。あんたはじゃあな、バーニングス。短い時間だったが結構楽しかったぜ。まあ、灰の小僧や苦労にあったらよろしく言っといてくれや。
なはずです。なんとかこらえてください。道は切り開きます。急ぎましょう。なんとかな。でも聞いてないぞ、そんなかっこいいバイクを持ってたなんて。皆さんを驚かせようと内緒で練習してたんです。間に合ってよかった、本当に。まったく無茶するな。フォローする身にもなってほしいよ。宇治君もありがとね。ああ、二人とも本当に助かった。やれやれ。ライド、ノエル、ワジさんも大丈夫ですか？